じゃあ、こんにちは。はい、今回は前回に引き続きまして、はい、契約更改のパリーグ編ということで。これ楽しみですよ、パリーグは。まあもう日本一になったソフトバンクホークスいますから、はい、まあどういった感じになってるかというのをちょっとですね、見ていきたいなと思います。はい。はい、まあまずはですね、このシーズン通して、優勝しました西武ライオンズから行きたいなと思いますね。まずピッチャーなんですけれども、田畑投手。最多勝。最多勝。やりました。すごい。やりました。5400万アップ。お8000万になるよ、今回。はい。ごちそうさまです。お願いします。ごちそうさまです。ありがとうございます。安いな。1億いってもいいかなと思いますよね、自分は。正直僕も1億乗ってもいいかなぐらいの。最多勝だもんね。最多勝ですから。ただやっぱりこう、日本シリーズ出れなかったっていうのが響いてるよな、多分。そういうところなんで、それでやっぱ違ってくるんですかね、やっぱり。ちょっとかわいそうかな。最多勝でしょ。最多勝です。ねえ。まあいいよ。他の選手で言いますと、西武ライオンズ、秋山翔吾選手が、まあ、1500万アップの2億3500万ということで。秋山がね、はい、あの FA で変動性がない契約をある程度してると思うんだよね。その元の FA を球団が買い取ったということで、その時はお金も発生してるし、給料も上がってるし、もう多分このぐらいしか上げれないんだと思う。あー、なるほど。これでもなんか球団出してあげたっていう感じじゃないの。あー、うん、だからこれは秋山も納得してる数字だと思う。そして続いて、はい、山川選手が、うん、7760万アップの1億1000万ということで1億乗りました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう本当に乗せましょう1億は。もうこれですね、これ。あ、出ました。安い。1億1000万。安い。安い。お、安い。出ました。安くない。ホームラン王だよ。まあそうですけど、ホームラン王そんなに MVP MVP でしょ。って豊かさんならいくらぐらい。1億あげてるのよかったよね。ああもうもう1億1000万でしょ。1億1000万。たださ、優勝しちゃうとさ、はい、全体的に給料は上がってくるじゃない。あ、そのやっぱり振り分けっていうのが大変なんだよね。うん、あ、優勝したら必ず上がるんだけど、はい、ちょっと抑え気味の上げられ方だよね、多分。もうそうですね。これが3位で、はい、他があんまり良くなくて、山川だけホームランをベストナインだとか、はい、これはまあ MVP だとか取ったとしたら、これはもう1億以上上がってると思う。おお、そして源田選手が3900万アップの8000万ということで。安い。ああ、出ました。安い、出ました。出ました。これも波に飲まれてるよね。全員が上がるという波に大きく飲まれてるんです。まあね、源田の守備とあれ考えると、まあ、バッティングっていうのは数字自体はね、はいはい、そんなに高くはないけど、あのショートでさ、あの数字っていうのは合格点だよ。うん、バッティングとかも豊さん査定だと奥様どうですか。あと1000万。あ、まあ9000万ぐらい。9000万ぐらい。はいはいはい。なるほど。じゃあちょっと他の球団行きましょうか。うん、はい。あ、そうですね。まあちょっとその西武つながりって言ったらおかしいですけど、はい、ちょっと楽天、イーグルス。はい、まずこの選手ですね。やっぱ浅村選手。決まりましたね。決まりました、楽天に。来シーズンから。2億9000万アップの5億です。いやだから、はい、一番浅村が美味しいよね、はい、めちゃくちゃ浅村ですね。優勝して、はい、ね、もうあのタイトル数々の打点をベストナイン取って、ね、はい、FA 取って、うん、で球団に残ったらこんなに上がらないからね。そうですね。なぜかというと、みんながさっきも言ったように全体的に上がるから、まあ、浅村もうちょっとこらえてくれみたいな感じもあったと思うけど、うん、FA 取った。だって優勝チームから最下位チームに移籍するわけだから。まあそうですね、そりゃ価値はあるよ、ね、はい、はい、そして日本ハムファイターズ宮西投手、はい、1億アップでございます。おーしゃー、2億5000万になりました。ありがとうございます。すごいですよ、もう中継ぎで職人芸ですよ。これもまあでも FA 絡みだよね。うん、FA 絡みで居残りで1億上がられてた。ただやっぱこう、はい、まあ、鉄人の一人で、ね、本当にそうですね。でも、うん、中継ぎでも一生懸命頑張って、その本当職人って言ったけども、うん、そういう仕事が できれば2億5000万。2億5000万っす、いっちゃうっていうことだ。いっちゃう、夢ありますよこれ本当に。なあ、はい、まあちょっといろいろ出ましたけども、うん、まあ、ソフトバンクホークスが
まあ、日本一輝きましたけども、はい、ほぼアップダウンの差がそんなないというか、うん、ほぼもう赤いか黒いかプラマイゼロ現状維持ダウンはもうほぼだからダウンあっても20万とか100万とかまあこれ若い選手ですけど、なるほど、はい、でもちなみに、はい、柳田選手が5億5000万市川選手が4億、松田が4億、絶対ね4億、すごいよねめちゃくちゃ金ありますね。まあまあでも夢があるじゃん。夢ありますよ、まだやっぱプロ野球選手夢ありますよ。さメジャーから言ったらさ、まあメジャーメジャーお前27億だろ、桁がちょっともうおかしいっすからね。あそこまあ上がった選手は、はい、さらに頑張る、うん、はい、ダウンを食らった選手は、はい、もっと頑張る。そうですね、ね、はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。